ごめん。ちょっと、そこのセロハンテープ取ってくれる？ありがと。今度は、そっちのリボンの端っこを持っててもらえると嬉しいな。こっちを止めて、と。これでクリスマスパーティーの準備は OK だね。ありがとう。助かったよ。今、お茶とお菓子を出すから、待っててね。あ、紅茶と緑茶、どっちがいい？うん、わかった。お待たせ。ごめんね、準備に付き合わせちゃって。楽しんでもらえたならよかった。私もイベント前の準備期間って好きなんだ。自分たちのやりたいことを話し合って、みんなで準備していくのっていいよね。言われたことをするんじゃなくて、自分たちの意思で動くからこそ、特別な思い出が作れる気がするよ。まあ、私にとっては、ゆっくりあなたと過ごす時間も、特別って感じがするけど。なんて。楽しいクリスマスパーティーにしようね。